どうもこんにちは、レオです。今回はですね、僕のホームスポット材木にやってきました。で、今日はですね、熊本からティダが滑りに来たということで、今日はそのティダがこの材木でどういう滑りをするのか、カメラを回していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。あとは動画見る前に僕のチャンネル登録よろしくお願いします。それから動画参考になったよという方は高評価忘れずにお願いします。それじゃあ早速行ってみたいと思います。熊本から3人やってきました。どうやって来たと？熊本から原付で何時間かかると？5時間とか。うわー、この寒い中いつから福岡に来たん？昨日です。どこで泊まったと？泊まりはもうマジで外でこの寒い中スケーターやな。じゃあ今日はティダを撮影したいと思うんで、早速ファーストトライでなんか見せてもらってよろしいでしょうか？じゃあ追います、行きましょう。おお、やば、おお、熱、やば、いきなりトレのフロントフィーブルや。トレのフロントフィーブルになっちゃったんで、綺麗に決めるそうです。ティダ今スケボー歴何年目？7年。昔はねえ、だいぶ成長しましたね。じゃあちょっとファーストトライ一発で決まっちゃったんで、他にも何か見せてください。さあ何しましょう。やばいな、すぐ終わりそう撮影。火の左手のところをして、すごいね。マジで救世主やわ。今日さ、違うスケーターとスケゲーする予定やったんよ。そのスケーターがグリッチョしてさ、そう、ガチでグリッチョして、うわ、やべえ、今日企画ねーって言ったところにティダが現れたけどさ。どうする？もう一回する？クオリティを求めますね。いやいや、それミスったらあかんやろ。多少人間見ないと。鳥肌立ったわ俺。うまー、マジでうまいわ。お次はフラットで得意技を見せてください。そういえば熊本のスケーターオブザイヤーに選ばれたよね。おめでとうございます。あ、それ商品なんだ。うわー、熊本のスケーターオブザイヤーのティダくんです。よろしくお願いします、はい。体はもう温まりましたかね。じゃあなんかルーティンお願いします、はい、次は。
さすが。さすが。ティダの得意技って何なん？1番トレですね。じゃあトレのハウトゥーとかできる？とりあえずティダのトレを何本か見せてください。でそれを取った後にスタンスとちょっとだけ解説しようで、お願いします。はい。めちゃくちゃうまいね。結構練習した。フリップができなくて、それあんま前足使わないんで。しかもなんかさ、ティダのやり方っていわゆる平成トレとそれに俺らの昭和トレをこう合わせたような高さも出せるし、後ろ足だけでも回せるし、使い分けがすごいよね。じゃないとだってカーブ入れんもんね、そんなにね。カーブ入るときはさ、平成トレじゃなくてこうどちらかというと昭和トレっぽい感じでやるよね。いやーすごいわ。はい。狭っ。腰が前足でこっち側で、前足で押さえつけて、でこっちの足で逆に押さえつけて平行を保つんですよ。後ろ足と前足で反発させてるみたいな感じね。この状態で親指をこの側面に入れて、ちょっと何ていうかグリッチョさせるみたいな。グリッチョさせる、新しい。平成取ると昭和取る使い分けるときは弾き方一緒な？いや、平成取るのときはどういう風に弾くの？平成取るときは今みたいな感じで結構反発強めでスナップだけで、昭和トレのところは高さ出したいと。俺的にはスタンスちょっと変えるんですよ。出さなすぎに後ろ足ね。あ、本当だ。真下に弾くんです。なるほどね。じゃあそうやってトレやるときに使い分けしようって。そうじゃあトレフィフティはどっちのスタンス？フィフティは一段ですけど、弾きながら早めに回す。じゃあちょっと平成トレの容量も入れつつ高さも出すみたいな感じでトレフィフティするんや。じゃあこのままノーカットでトレフィフティお願いします。やば、いきなりやん。
かねえ。俺もうできんと思っとった。何マジ。うおぉギリギリだけど。お疲れです。やばかった。まさかこれが九州で見れるとは。すげえそれ。いやありがとうございました。撮影の所要時間もね30分とか1時間ぐらいね、全部ギュッとしたらね。じゃあ皆さんティダ君のインスタとかいろいろ概要欄に貼ってるんでフォローしてください。あ、そういうのやってくれるんだ。チャンネル登録してね。ありがとう。